オリビエ・バーノンフロリダ州マイアミ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のクリーブランド・ブラウンズに所属している。ポジションはディフェンシブ・エンド。マイアミ大学で3シーズンプレーした後、2012年の NFL ドラフト3巡でマイアミドルフィンズに指名されて入団した。ドルフィンズがマイアミ大学の選手をドラフト指名するのは2004年に。 バーノン・ケアリーを指名して、以来8年ぶりであった。2012年10月28日の第8週ニューヨーク・ジェッツ戦では、ジミー・ウィルソンがブロックしたパントをエンドゾーン内でリカバーし、タッチダウンを上げた。この試合の後半さらに相手 FG をブロックして、AFC 週間 MVP、スペシャルチーム部門に選ばれた。この年先発出場はなかったものの、全16試合に出場し、 32タックル、3点を、サックを挙げた。2013年、トレーニングキャンプでは、ジャレット、オドリック、ディオン・ジョーダンと先発での座を争った結果、レギュラーシーズン開幕を先発でとして迎え、ポール・ソリアリ、ランディス・タクスとともに4から3ディフェンスの、先発ラインを務めた。第13週のニューヨーク・ジェッツ戦では、第192、ジーノ・スミス、第492、 マット・シムズをサックするなど、10タックル、2、5サックを挙げて、AFC 週間 MVP 守備部門に選ばれた。この年11.5サックを挙げた。この年先発14試合を含む16試合に出場し、57タックル、11.5サックを挙げた。2014年も、ウェイクと共に先発でを務めた。第6週のグリーンベイ・パッカーズ戦では7タックル、1.5サックを挙げた。 この年46タックル、6.5サックを挙げた。2015年も、ウェイクと共に先発でを務めた。この年先発 DT には、エンダムカン、スー、R ・ミッチェルが起用された。第13週のボルチモア・レイブンズ戦では2.5サックを挙げた。第15週のサンディエゴ・チャージャーズ戦では11タックル、0.5サックを挙げた。この年、全16試合に先発し、 61タックル、7点を、サックを挙げた。2016年3月9日、ニューヨークジャイアンツと5年8500万ドルで、契約を結んだ。デジェイソン・ピエール・ポール、DT ・デーモン・ハリソン、ジョナサン・ハンキンスと共に先発で起用された。第10週のシンシナティ・ベンガルズ戦で10タックルを挙げた。第12週のクリーブランド・ブラウンズ戦では、ジョシュ・マカウンを2度サックした。 第13週のピッツバーグスティーラーズ戦でも2サックを上げた。この年63タックル8.5サックを上げてオールプロセカンドチームに選ばれた。2017年もジェイソン・ピエール・ポールと共に先発でとして起用されたが、第5週から第9週までの4試合を足首の怪我で欠場した。第10週のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦で CJ ・ベサードのパスをインターセプト、 これは、プロイル発のインターセプトであった。この年12試合に先発出場し、37タックル、6.5サックを挙げた。2018年、パット・シューマーが、ヘッドコーチに就任し、ジェームズ・ベッチャーが守備コーディネーターとなるとチームは4から3ディフェンスから3から4ディフェンスにシステムを変更した。そのため彼は、ディフェンシブエンドからアウトサイドラインバッカーに、コンバートされた。 トレーニングキャンプでは、カリーム、マーティン、コナーバー,ーウィン、ロレンゾ・カーターとポジションを争い、先発 OLB となった。先発、イルブは BJ グッドソン、アレック・オグレツリーであった。開幕から5試合を、足首の負傷で欠場した。第13週のシカゴ・ベアーズ戦で2サックを挙げた。第17週のダラスカウ・ボーイズ戦で2.5サックを挙げた。 この年11試合に先発し30タックルを挙げた彼はプロフットボールフォーカスよりエッジラッシャーとしてはリーグで14位に評価されたプロボールの補欠に選ばれていた彼は翌年1月19日負傷欠場するカリル・マックの代わりにプロボールに選ばれた2019年3月13日オデル・ベッカムと共にジャブリル・ペパーズケビン・ザイトラー 同年のドラフト三巡指名権と引き換えに、クリーブランドブラウンズにトレードされた。ありがとうございます。